証拠どうする風神出すやっぱリバサ風神だよね。いや、雑種風神でしょみたいなね、会話が行われると思います。とりあえず、開幕はバックステップから質出して立ち回り振る、見せとこうみたいなね。さあ行きましょう、マクボーマメント決勝戦、ワンピー側、天草バイケン、ナギファーサチーム。スピー側、オノコシ、ミリア、ヒロ、アンジチーム。何してるんですかね。やばいですね、レバーの方向逆になってるとかするんですか、これテントラフですか。テントラフやばいやばい、なんだなんだ探し物は何ですか。前転で見つけて画面やすい、あー前転投げタクっていく、いやこれタクっている、いやコンボしない、何が行くんだわからないぞ。これバッドムーンを風神に見立てて、あっうわーおーおー盛り上がれなかった。あれなんであるんですかね、延長並みに謎技なんですけど、あバッドムーン切り裂いて投げ、さあこれは天草くんのメンタルが崩壊しそうですが、読み読みすぎてやばい、早すぎ、あー金バースト1、2の3 確定いてーバトムーンやばい、ザクロードがいらんかったよ、1、2の3、はい、あーできる、これできる、投げたのはミリア、あーコンボができてない、回ってなんか補正切れてる。バイビーからザクロ、予想するよりはるかに遅いが出すのか、あー早い、早すぎる、やったー落としてった。やってやりましたよ、そうですね、他のゲームやってる人でこのゲームは投げ抜けないのとか、なんで投げ抜けないのって思ってる人はですね、このゲーム1フレームで投げが発生するっていうね、なんかすごいんですよね。ギルティから始めた人は1フレームの投げが常識だと思ってるんですが、他ゲームと3フレーム遅くねみたいなね、思ってしまうんですよ。まあけど、えっ、ヒロさん、え負けたことない、当たったことないんじゃないですかこれ。何さあ巻き札痛い、怒りのハンマー、おーすごいぞ、ハンマーが、おハンマーちくわゲッツ、俺はねなんかねすげえちくわもなんか 出やすくなった気がするんだけどな、気のせいだと思うんだけど、さあタスピー4、ああこれできると見せかけてできないけど、それがバッシュ対策になってしまう、前はい、あーこれきつい、ファーストでかいからね、判定きついんですよ、うまい、イエスから戻す、裏潰して 2K 立ち、はい物投げて足払いを置いている、前 B 立ち、はいハイスラ風神ロマキャンからイエス、ここは当たらない、ペシ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 、何を狙うか、アンジー、うまい、おおうめえ、うわー痛すぎる、カウンターヒットだったのかな、あ残った、あこれはありますよ、ふふふ、うわーかかってこい風神、レッツゴー風神、ああ風神じゃねえじゃねえか、騙しやがって。さあ 2K から、さあ足払い、金エスケース、距離を離す、2杯まであって、さあ爆弾が出てきて、おあれバウンドして跳ね返って当たったら面白いですけどね、さすがにそこまでは。さあドリル潰してしゃがみフライ、しっかりダッシュから
エリアルコンボへ上海まで当てて物を投げて通り剣上海金エス金エスオンからコンボ選択は空中足か KS はいミス。さあ5番2杯カンバヒット空中ダッシュを見せるか3時間も慎重に来たいやーなんだ、はい、さあドリキャンの着地をずらしていくがゲージは非常にね入ってしまいますのでなんか引っかかるとやばいですよ。さあ動いたところチビファーストはナイスアシストから広い流しコンボ最終ラウンドジャンケイ、ジャンディ落として、モン投げで、2K から画面足、風神 !8K 乗ってバーストも読んでいる通って、さあどうする？先ほどは空中ダッシュのコンボ決めてたが、ここは普通にエリアルコンボを決めて、ダメージ取っていく。なんかすげえ歓声が。おぉ金エス、金エス、金エス、さあ、ああ、痛いのが入ったお、帰りますか？あ、お疲れ様です。うわ、なんだ ?S フュージョン。さあ、体力は、どっこいどっこい。どっこいどっこいは非常に使いやすくていいですよ。あ、しかない。どっち？中段から、中段へ。タチケン S。さあ、少しずつ差が広いってくる。打ってきて、避けて手のひらでスパー。さあ、決定戦。あ、すいません。本当に宣伝してくれた人いるんですね。ありがとうございます。来場者数が2158のコメント数は4400ということで、お前ら何を話してんだって感じですね。神下とニートの顔の話をしてました。さあ、さすがに、嵐が何度も、わあ、痛すぎる。撃たれて、ああ、やっちゃいましたね、これは。ナイスではないですね。おお2杯ジャンハイプリティメイズマイハイマイケイからバットムーンコロコロコロっと転がって画面端2杯ジャンハイジャンハイジャンプ2杯コンボができずハンマーと一緒に攻めるうーっとパシャイあと前転をしっかり潰してダウン引き上がし、ゴーイングマイウェイ一本選手、投げファースト最初ラウンドじゃないよ、第2ラウンドごめん。さあ、今度は落とせるか落として、タンデムから下段さあ、追い返したがこんなところにナイフがさあ、ナイフを拾うと悩んでいたところに金バースト時間がね、あれですか、さあ、投げを抜ける、見ている。さあ、あ、ナイス、連携プレイ、うますぎる。総裁からの、しっかり装填まで繋いでいく。あー、いって、顔が、後ろ、あー、どかー押し置き食らった。毒でビヨりましたね。パチコーンとさあ A の3でしたさあ行きましょう決勝戦でーすテレーサージャム鳩山チームとラグバースト天草バイケンチームOK さあ、決勝戦となります。1P 側天草バイケン投げファーストチーム先方天草バイケン対しまして 2P 側テレサジャム鳩泡チームです。さあ優勝はどっち。さあ先ほど同じように先方で出てくるのはテレサジャム。さあ先ほどの試合は
おどこしワールドに取り込まれてしまった天草大剣ですが、今度はテレサワールドなんでね、どんどんバグ使ってこ封じ込封じ込いやドラーエンス振ったら吹っ飛んでった。さあしかしですね、Y 剣はガードキャンセル技があるので、投げがねって言おうとしたら投げですね、まあ、投げがやっぱ基本的に崩しメインになると思うんですけども、まずはその投げをまずは通していきました。さあ FB100 歩からの強化流進剣狼での下に殴りから、さあ大難度いかにねゲージ食べさせないかっていうところなんですけど、難しい話でしたね。あの痛い。さあバックからよいしょー、あーかーなんでじゃーあラッキーもう一回行こうそうですね、一応使用ということになってるんですけども、バックからの FB ですね、 25% の、バックから、追加消費が1% で終われば出せるってことでね、非常に強力な必殺技となっております。さあ5番からコチフチコミの歩き投げ、はいはい、ガガガガッと削って、あーこれは体力も残るか、 50% あるので、最後はバリ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 と削ってコパンコパン、あだらないが、しかし投げ、あしかし中段、勝ったのはテレサジャムです。さあそして出てきますのは大将投げファースト、対するは旗場。この試合アバ、ハトアバが勝ちますと自動的にテレサジャムハトアバチームが優勝、投げさんがね勝ちますと、先ほど勝ちましたテレサジャムとの決定戦となりますので頑張ってください。さあ行きましょう開幕。さあまずは足払いでダウンバって一気に画面足、守備ファーストもアシストしてその場で落としたかったが、まあけどいいでしょう、補正は切れている。アバガーとしてはあんまりパックを使いたくない、今作っぽいのでなんとかして立ち回りで引っ掛けたいんですけども、それをさせない投げファースト。さあ日系体育ただ技なんでね、非常に強いです。さあしっかり返して投げファースト、エイコン選手けどやっぱなんかこうして見てるとメテオは減った感じはするんですけどね、気のせいなのかな。さあハンマー飛び出て画面上中段ドリル立ち系から、あーっとカウンターヒット。今回のアバ本当にねコンボダメージ尋常じゃないんで、あーしかしこれはスカル、これは痛い。 FB 断罪、物は投げれていないか、いませんね。さあジャムリー落とされて毒は当たらない、これラッキーだった。上海から上行きたいがさせない、 FB チョップ、ああそうですねスカルですね。さあしっかり殺して、さあ優勝決定戦となります。さあ優勝決定戦です、勝った方が優勝となります。いきましょう第1ラウンド。さあ買います、エンエス立ち系物投げか、あ違うな、隣見てたごめんなさい、守備表そんなところにいたの、うわー強化流進、ゲージ効率非常にいいですね、ジャムこうしてみるとやはり。FB アップ、そして3本貯めて、非常に見切りの、見切りにくい、激鈴も飛んできます。
タッチ系からこれ落として落とす、そうですね、落としました、落としたのです。初段ガード投げ返し、もん投げです。さあ画面足剣道に気をつけて固めていく。さあここは槍から降りずにそのまま殺しきる。優勝エリンチは投げファースト。さあテレスゲーム、まずは足場へ差し込み、タッチ系からタッチハイ、前ハイコンボミスって 2K から 2K 重ねてタッチ系、 FB 鉄砲朝投げで溜めたのは何でしょう。前ハイから100歩円安、そして FB 鉄砲下から突きが円安、なんかすごいぞ。キーエスか激凛、タッチ系2杯、これは当たらない。さあ体力差かなりついているが、ガンガン前に出たいテレサジャンを押さえつけていくが、ここでヘビーヒャップをちょっといいですね。リターンはなかったんですけどね、それでもやはり無敵はやっぱ強いですね。さあ足回り差し込み、さあ爆弾一番やっちゃいけない、当たり方してしまって体力4割、いや半分ぐらい奪ってるんですね。いい足払いからドラム缶プラス、ドラム缶じゃねえ、タライ、はい、ビーマイハイ、画面端追いかけて、それに回り込んで、さあ上から警戒するか、それとも地上戦どっちでしょう。エフィヘップは関係ない。さあ溜めてコンボが始まればセットプレー開始、なんとか引っ掛けたいか、マイハイ足払いから、さあしかし大事には至らない、当たり方これなら大丈夫。ああいう死になってお互いにダウン、刺さって前に出たかった、落として勝ったのは投げファースト、天草マイケンチーム優勝となります。おめでとうございます。お互いぎこちないですけど大丈夫でしょうか。さあ勝利のハイタッチということで、向こうから崩れ落ちる音が聞こえましたが、ちょっと怖いので反対側見ないようにしておきますね。またテレサがなんか おめえだろが。やめろ。こうしてミカドからテレサジャムが消えて平和なミカドになりました。それでは今回の大会は、テレサジャムがミカド村を去って終了ということで、優勝の天草くんと大さんはバージョン 1.01 初優勝おめでとうございます。アクション。はい、すみませんでした。まあ、バージョン 1.01 って言ってもあんま変わってないんですけどね。まあなんか、目に見えないところで何か変わってるのかもしれませんが。まあとりあえずね、1.01 の初優勝はこの二人のチームとなりました。今週木曜日の大会はですね、今週土曜に 3on3 大会がありませんので、今週木曜日は 3on3 大会となりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。本日は、長丁場お疲れ様でした。じゃあね、動画の方も早めに上げますのでよろしくお願いします。お疲れです。